こんにちは、ネコス王国です。本日は漫画版ドラゴンボールスーパー第88話についてです。今月からついに漫画版が再開し、スーパーヒーロー編が始まりましたね。3ヶ月もの間休載していましたが、無事に再開となり安心しました。スーパーヒーロー編は映画版にはない前日感からスタートし、成長して高校生になったトランクスとゴテンが世の中の悪を成敗するクリーンアップヒーローとなり、街の平和を守るという、かつてゴハンがオレンジスターハイスクールに通っていた頃を彷彿とさせる内容となっています。二人はクリーンゴッドというゲームのキャラクターに憧れてヒーローになったようで、トランクスはサイレマン X1、 ゴテンはサイレマン X2 を名乗り、専用のコスチュームに着替えて銀行強盗などの悪人を退治しているのです。トランクスとゴテンはブルーハルハイスクールという同じ高校に通っており、ゴテンについては分かりませんが、トランクスは頻繁に遅刻し、毎回先生に怒られているようです。トランクスにはコンタスやルーラなど仲の良い友人もおり、彼らに放課後バタフライ山の廃墟で肝試しをやろうと誘われましたが、トランクスはお化けが大の苦手だそうで、そのくせプライドも高いことから、お化けなんかくだらないなどと言って本心を隠しつつ、なんとか断りました。またトランクスは意外にもパソコンが苦手なようで、同級生のコンタスに対しカプセルコーポレーションを継ぐ気はないと話しており、その理由は会社なんか継ぐよりももっと刺激的な毎日を過ごしたいからだそうです。ブルマは16歳ですでにドラゴンレーダーを開発するなど才能を開花させていましたが、トランクスはどのような将来を目指すことになるのでしょうか。後に一転してやっぱり社長をやることになりそうな気はしますけどね。ちなみに世界線の異なる GP のトランクスはカプセルコートの若き社長に就任しており、メカにも詳しいようです。カプセルコートではピラフ一味も社員として働いており、ピラフとシューの見た目は大して変わっていませんが、マイはトランクスたちと同じく成長しています。やはりトランクスはマイのことが好きなようで、クリーンゴッドの映画を見に行こうなどと言ってマイをデートに誘いますが、マイは全く興味がない様子です。未来トランクスのことはあんなに好きだったのに、高校生のトランクスに対してはまあまあ冷たいマイ。やはり見た目だけではなく、未来トランクスのあの性格に惚れていたということなのでしょうか。トランクスはピラフに頼んでグレートサイレマンのように変身できる装置を作ってもらったので、いちいち自分で服を着替える必要がなくなりましたが、ピラフが設計しカプセルコートから発売されたお手伝いロボットが何者かによってハッキングされ、誤作動を起こしたためリコールする羽目になってしまいました。お手伝いロボットは国民に広く普及しているため、リコールの数は半端ではなく、ピラフ一味たち社員は寝る間も惜しんでロボットの修理をしなければならないのです。次々と運ばれてくるリコールされたお手伝いロボットたち、トランクスが土曜日にマイとデートをするにはこのリコール作業を終わらせなければならないため、トランクスはゴテンと共に犯人探しを始めるのでした。二人はシューの助言により最も被害が多いとされる地区に行くと、そこにはいかにも怪しいフランケンシュタインのようなゾンビ男がいました。トランクスたちが様子を伺っていると、その男はおもむろに謎のリモコンを取り出し、道を歩いていた紳士のおじいさんが所有するお手伝いロボットをボタン一つでハッキングしてしまったのです。ハッキングされたお手伝いロボットたちの一部は行方不明になりましたが、ある場所で働かされていることが分かりました。それは西の都で人気のパック寿司を製造している寿司工場でした。トランクスたちはしばらく工場の外からそっと様子を伺うことにしました。お手伝いロボットたちはリモコンでシステムを書き換えられて寿司製造ロボットになっており、さらにロボットたちの他にも従業員がいて、そいつらは全員先ほどのゾンビ男のような姿をしているではありませんか。実はこの従業員たちはもともとは死体であり、天才であるドクターヘドによって改造されたゾンビだったのです。人気のパック寿司が死体たちの手で作られていたことを知ったトランクスはペロを吐きそうになりましたが、その時気配に気づいたゾンビが誰だと叫びました。様子を伺っていたことがバレてしまったと思ったトランクスたちでしたが、存在に気づかれたのはなんと工場内にいたトランクスの友人たちでした。先ほど言っていたバタフライ山の廃墟とはこの寿司工場のことであり、彼らは肝試しに来ていたのです。ゾンビがコンパスの首根っこをつかみ
痛い目に遭わせようとしたため、トランクスはサイレマン X1 に変身し、ゾンビたちを次々となぎ倒しました。すべてのゾンビを倒すと、トランクスは工場内にて金庫のようなものを見つけ、その中には、ドクターゲロと書かれたディスクが保管されていたのです。このディスクにはやはり、セルなどのデータが保存されているのでしょうか。ヘドによると、このディスクは世界に1枚しか存在していないらしいので、かなり重要なデータが入っていると考えられます。リコール問題を解決したトランクスは、帰宅すると早速マイとのデートの予定を立てようとしますが、ピラフ曰く、今度は寿司工場で壊れた大量のロボットの修理をしなければならなくなったため、結局トランクスの願いは叶わず、マイとのデートはお預けになったのでした。ということで第88話の大まかな内容は以上となります。前日談ということで、結構ゆるい感じのお話でしたが、いかがでしたでしょうか。個人的には、映画には全くないストーリーということで結構楽しめましたし、ここからセルマックス戦に向けてどんどん盛り上がってほしいと思っています。ご飯ビーストやオレンジピッコロの登場はいつ頃になるでしょうか。楽しみですね。ということで本日は以上となります。皆さんは今回の動画内容についてどう思いましたか？コメントをお待ちしております。最後にチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。